さっき買ってたの見てたじゃんっていう話もあるんですけど、サーフィンに送るの？これ？アリーナの方がそんなこと言ってるけど。まあじゃあそれは、サーフィンにじゃないよ。じゃあなんでここに移んだよ。もう勝手にして。もう、ちゃんと手渡しで届けてきて、それなら。よし。いいですか？ いいですかって何が楽しいんだけどさ。あ、そうだ。ちょっと装備させよう。エルタツじゃねえわって。よし、これさっき買ったやつ。盾は買ってないんだ。お、みゆみゆみさん、広告ありがとうございます。魚系女子。魚系女子ね。よし。魔法の盾にしようっと。衣装も？石はちょっと持ってない。いきますよ。これ、大丈夫？みゆ、心の準備全くできてないですけど、大丈夫かな？いきましょう、乗り込めっていうコメントがあるんで。よし、行こう。とりゃ。本当に助けてね、皆さん。やる気がゼロになると。わあ、追い出されちゃう。あ、こんなタイミングで延長。ちょっと待って。ちょっと待って。すごいタイミング悪いじゃん。急ぐの苦手。景色でも眺めてみようかとか、絶対そのアドバイスいらないやつでしょう。この低温に向かうんでしょ？違う？綺麗な月とか言って。こんなタイミングで目がかゆい。めっちゃ目がかゆい。
か私、道書いてたら。なんか人徳さんが静かなのも怖いんだけど、すごい。一匹見逃してる？嘘。どこにいた？あ、いたいた、これ？すげえ。これさ、アンルシアにバイクかけた方がいい？そんな、バイクいらん？敵弱いからね。はーい。これどこ？言われてる。ここで迷子になってたら大変よね。一応マップ見てるよ、今の感じでも。よし。インコさんはよく逆走するよって、それダメなパターンじゃん。これは？20%アップしたよ。こんな黙々とやるんだね。こういう時こそ陣達さん喋ってほしいよね。応援するとかさ、ね。クヒさん、報告ありがとうございます。いいね、いいね、なんか、順調に来てない？ここまで。超順調？イエイエイ。あ、また来た。はあ、次はどうだったね。お稲荷3連敗じゃ。おじさんが出なくて、本当に必死に作ってくれ。
なんか。よし。私は先を急ぐ。残り時間が余裕なのか余裕じゃないのかあんまりわからないんだけど。あ、余裕です？本当？危ないとき教えてくださいね。結構時間やばいよって。60切ったら急ごう。なんか立ち見 B の方優しいコメント多い今日。これはどう？まあ、敵にちょっとビビってる何事も。できたーだって陣達さん。 本当できたーはいいけどさ、まだ私にくれるともさ、お続けしますともさ、何も言ってくれてないからさ、そのできたのがどこに行くのかが気になるよね。分かってるよ、私のところに来るか来ないかはこれから決めるっていうの分かってるよ、ちゃんと。箱取ってなかった、今。陣達さんに騒いでたら。忘れちゃった。最悪。おしゃべりに夢中になってた。すべては人達のせい。そういうつもりじゃない。そういうこと言ってると本当にくれないから。ほら、ショック受けちゃった。アンルシアさん、私たちの初めては見に来てね。ご家族ありがとうございます。次の扉はどっち？あれ、こっち？なんか怪しい光がある奥に。低い圧じゃん。凄ましい声が。キャー！ここ入る？ここでいい？
じゃない？本当？こんな怪しいとこ入って大丈夫？信じるよ。さっきのやつね、これ。遠くにある掴みの動画です。これでも奥の扉だよね。引っ掛け？ですや。メタキンコイン。魔法の先生。あ、スキル、あ、もういいか。みんなに封印ですね。ビルトに次の扉を避けると、話だけ。よし、どんどん行こう。ビルトの話はちょっと後でね。このタイミングで。サエキっていうのはジンタツさんね、サブキャラ。しかも私がつけてあげた名前ね、サエキ。サブキャラじゃないのをこの名前使ってねって言ったのにね、嫌だとかって言って、勝手になんかジンタツって名前つけてたんですよ。え？これまっすぐか。したらこっそり最近になってたの、サブキャラが。これ急がなくて大丈夫だよね。びっくりした。めっちゃ喋った後に気づいたから手遅れかと思ったけど、大丈夫だった。今から壺錬金をして、はやぶさをもう一生懸命やってくれてる。失いたくない。なんかさ、今のところさ、時間にさ、まだ焦ったことがないからさ。うん、ちょっと悠々としちゃってるとこあるよね、今。よし、最初の一撃。でも時間切れとかになったらショックだろうな。これから味わっていくだろうに。
時間切れでハゲオタ期待してます？その期待にはお応えしたくないよ。結構ギリかも。やだやだやだ。2回目にして時間切れとやだ。急げん。行くよ、あんちゃん。やだよ。でも60切ったら危ないって言ってたの、確かに危ないかも。やだー！ 勝手に焦り始めてきたんだけど。間に合わなそうって言われてる。やだやだやだ！いけ！とどめを刺すんだ。よし！はい、さよなら。はい、次行きまーす。やだやだやだ！やだー！返しに来い。さよなら。また、50秒切ってるよ。大丈夫かな？でも、これちょっとラストぐらい倒せるでしょ。ギリいけそうじゃない？ダメ？よいしょ。危ない危ない。チーとか言って舌打ちしてる人いる。ちょっとここにね、一旦落ち着こうね。箱どこにあった？女の子なの？私って言ってるけど。これね、これさっき見逃したってすごいね。こんなに分かりやすくあるのに見逃す自分すごいね。 お隣に魔人もう一人いたね。宝箱に夢中になって無視してきちゃった。でも時間やばいよね、これ。これは急いでだって。急ぐよ。これ落ちる、落ちないよね。危ない。時間少ないよ。じゃあ、とどめよう。とどまらなかった。そろそろバイクしてった方がいい？さよなら。よし、行こう。あ、まだだ。い、さよなら。これど、えー、これ、こっちじゃない？もしかして。これさ、迷子。こっち、こっち。合ってる？
さんがそろそろ無視していこうかな。さよなら。あれ、こっちじゃない。こっち？あれ、箱は取らない方がいいねって言われちゃった。あ、佐伯、なんか来た。キラキラどこにあるの？あれ？あ、はい。この辺にもキラキラ、もうちょっと先だ。これ40秒で戦えるかな？いけー！ さあ、戦うよ。ヒヤヒヤするね。やってみよう。ミルクのスキルを振って。え、割と振ってるよ。え、これ時間止まってる？止まってない？行動。あ、早い。正義に2っていう方が。でも投資に一択って方もいい。あ、でもじゃあ。あ、ダメだ。最後だけ失敗しちゃった？何が？ちょっと投資に振ろう、私。何しちゃった？間違えたアミにチャットしちゃったの？ また忘れた。え、陣田さん笑った今。バカにしただろ今。アミさんが私がチャットしたせいで、どうした？
あれ、ここも時間あるの？やばいじゃん。手伝いさせてくれた。1分かからず。次の扉はこちらでございます。満タンできる？できるね。1桁間違えて出店しちゃった？それ結構大きいよ。深い闇の中にあるということ。大事故だって言われてるよ。エレノーラ。地獄から落ちてびっくり死んでしょ。なんだそれ、なすりつけてきたよ、ミユに。ちょっと巻き込まないで。なんでよ、違う。ミユのせいじゃないよ。あ、どうから行こうかな。クビ危険。魔法の聖水。アトラス強カード。さあ、ラストのドア。クビ危険。そして唯一の銀はグリーンオーブ。珍しいね、グリーンオーブなんて。どんどん行く？ノーベルトでフィニッシュです。本当だよ。ベルトなし。さあ、今何時？お、もう10時半になるね。そして残り3分。よし。じゃあ今日はこの辺にしようかな。っていう後ろ髪引かれる思いもありますが。佐伯からの贈り物。そうそう、ちょっと、じゃあ、次回に持ち越そうかな。あんまりやってると帰れなくなっちゃうからさ、お家じゃないからさ。次回かーいって。それまで、私もじゃあ見ないで、温めておきます。みんなと一緒に開ける日まで見ないでおきますね、じゃあ。次の配信でみんなと一緒に私も見る。それでもいいですか？
そして次はベル、そのハヤブサを持ってベルトを狙いに行く。約束します。陣達さんも OK？ それで。あれ、はやぶさじゃなくて？何してくれたんだっけ？あ、盾だっけ？まあ、じゃあそれもじゃあお楽しみということで。秘密じゃないよ。そういうのいらないから、別に。もうそう言われると、もう今見ちゃうよ、雑に。やだ。さあ、残り1分切っちゃいました。この後はね、じゃあ最後にホチキスのね、動画も撮りつつ、今日は帰りたいと思いますので、遅く、あっという間のね、1時間の配信でしたが、最初にちょっとトラブル続きもありでしたが、結果、楽しかったです。楽しかったですか？皆さんは。大丈夫？15万のワンナスだ、終わりと終わり。本当に終わるよ、もう配信も、そんなこと言ってると。あ、楽しかったです。だってありがとうございます。そうだね、今日事務所で配信となるとね、なんかこう残業配信っていう感じもありますが、またありがとうございました。バイバーイ。